こんにちは、キーチャンネルです。どうも、アピスじゃない、さっきやつちょっとかぶってしまったかもしれないけど、君もこのお茶会に来るって聞いてたよ。今回はですね、妖精石を使って作法は当然大丈夫だよね。ちょっと頑張ってみようかなと思っております。50個で10連プレイできて、星4以上1人確定です。よっしゃ、引いてみたいと思います。君もこのお茶会に来るって聞いてたよ。いけー、なに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 、おおおおお、なんかいい感じじゃないですか。よっしゃ、誰だ。はい、星3で伸びデートのお誘い。はい、ドマス君、星3遊びに、うーん、星3、僕にも、星3、これは誰だ。あおお、俺のこと。はい、次、おおお、出た、来た、これ、やったー。さっきは珍しい植物があって寄り道してたんだ。ナイス、さあ、ナイス、行こうか。ありがとうございます、さっきは。で、あ、ごめん、あ、ごめん、終わっちゃった。これはこれは、クラウン、ようこそ来てくれた。虫さん、誰だっけ、ロルフ君。あなたと一緒にいると。虫さん、これレア、アルフレッド。いや、かわい、あなたが迎えに、かわいかった。また来た、デネブ。お忍びデートのお誘い。はい、おー、星4。あ、ベル、どうしたの。俺に何か用事があったのかな。あ、ベル、この前、うん、アニメ見たよ、面白かった。でもその前に、サキヤ、ありがとう、来てくれたよ。おおい、やっほい、待って、いやー、もう新しいストーリーが読めるようになりました。ちょっと見てみましょうか、サキヤを。ちょっとセリフ途中で飛ばしちゃったかもしれなかった、ごめんね。まあ見てみようではないか。いつもと違う。あ、そうかな。でもあなたもいつもとは少し違うね。ほうほう、ドキドキする。ほう、結構長いセリフ、ありがとうございます。はーい、かわいい、服がかわいい、蝶々だ。そうかな。うん、でもいい色してる。あなたもいつもとは少し違うね。いっぱいところどころに蝶々があるね。ドキドキする。肩に一つと袖なのかな、これは。それで袖じゃないか、なんか腰につけてるのに一つと、柄に2匹飛んでますね、かわいい。さっきが張り切ったら着物になるかな。うん、そうかな。かわいいです。でもやったー、いや、これでイベント有利ですね。天子の国の欲望、はい、見て、天子の国の欲望見てみたいな。はい、今回はお茶会に招待されて、せっかくの招待なのでちゃんとしてと言われているけど、見たことのない色具の植物に好奇心がくすぐられている。ちょっとはしゃいでるってこと。色具って呼ってんのか、ちょっと読みづらいんだよね。うん諦めた、早々に諦めたよ。いつも前髪で表情が見えない、好きなことに、まあ、前と書いてること一緒か。いや、でも表情が見えないって言っても、いつもと違う、わかるしな、だいぶわかるよ。そうかな。でも、ケントタン、あなたもいつもとは少し違う。ありがとうございます、マスター出たよ。でもこの、なんだろうな、セットでまさかの2人来たね。星4以上、星が5と4が1人、ベル。でも結構可愛い系が来たな。デネブとドーマウス君は可愛い系だし、ロルフ君も可愛い系で、まさかのデネブがもう一人来るとは思わなかった。ということでここまでです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンとコメントいただけたら嬉しいです。ではではでは、また会いましょう。